ひらりひらりも好きのうちと駆け込み滑り込みうっとり、これぞ神風そう太陽、虫の息人知れず、大変なの現場は閉じ、リレーのお目目から発射だポン、どうかなこれ新型機密、あまりに革命的な人、ここから初めてココン鉱山、鳴りやまぬ花くべるは水平線、メロメロとろけてポポン、チューチューさ明日も昨日の良い子だけ、宇宙から来た凄めのスペックベロ出し合ってじゃあ電源抜いちまうかも、立って戻れない、あ帰れない、あ次元式から見て一生全力もらっとり合う、今日から明日は昨日の未来、ヘラヘラおどけたこっちで注入さ、よろしくお上がりお粗末さ、マッサージ。うんうん。王は隣のマスならどこにでも動ける。飛車は十字方向なら好きなだけ動ける。へへー。ああ、いたいた、十四松。あ、今暇？マッサージしてくんない？将棋いいよ。あ、いや将棋じゃない、マッサージ。マッサージいいよ。サンキュー。よいしょ、うし、お願い。背中？うん。じゃあ行くよ。うぃー。あー、気持ちいい。あ、うまいね、十四松。力強いね。もっと強くしていいよ。俺平気だから。本当？こう？あー、そうそうそう、あー気持ちいい、あーあー、もっと強くできる？もっと？うん、あー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 、あの、痛くない？僕今結構力入れてるんだけど。あ、全然平気？もっと、もっと強くして？ええ、はい、あー、そうそうそう、あったち、なんだこれ、え、痛くないの？痛くない、もっと強くして、あー、そう、あー痛い、え、痛いの？痛くない、痛いってはっきり言ったよ今。大丈夫だから、気持ちいいから、えんっ、あー、まったー、えんやー、ジュージュアス、やめて、やめる、やめないで、え、どっち、もっとやっていい、すごい気持ちいいから、ほんと、僕もうこれ以上強めんの怖いんだけど、全然平気だから、もっとやってまして、おそ松兄さん、おそ松兄さん、おそ松、うわぁ、ええ、うわ、あ、気持ちよかった、ふ、危ない、あ、危ないよ、おそ松兄さん、気持ちよかった、ありがとう、十四松、どういたしまして、もう一回やって、やんない、絶対にやんないから。なんで？死んだかと思ったし、危なかったよ今の、本当
何言ってんのお前、マッサージなんかで死ぬわけないだろ。そう、死ぬわけないの。でも死にかけたの。いや、はい、やって。やんない。早く。やだって。なんで。僕、おそ松兄さんを殺したくない。もういいから、そういうの。はい、あと一回だけお願い、十字松。早く。もう一回だけね。うん。あと、強くしてっていうのはもうやめて、怖いから。はい。あと、死なないで。はい。じゃあ、行くよ。お願いします。へん。うわー、そうそうそう。もっと強くして。もっと。すげえ、何これ。あ、怖いよ、これ怖いんだ。ジューシマツ、ジューシマツ、ジューシマツ。おそ松兄さん、おそ松兄さん、ちょ、おそ松兄さん。まただもう。ちょっとおそ松兄さん、おそ松兄さんってば。起きて、ちょっとおそ松兄さん。ま、あれ、え、嘘。おそ松兄さん、おそ松兄さんってば。おそ松兄さん、ねえ、ねえ。うるさいよ、十四松。あ、さっきから何騒いでんの。うんうん、大丈夫、なんかあった。うんうん、どうしたの。うんうん、あ、うん、あんま騒がないでね。うん。どうしよう、どうしよう。なんちゃって。びっくりした、十字松。え。何その顔、バカだな。マッサージなんかで死ぬわけないだろ。演技演技。いい加減に。は？いい加減に。チラーブン。ブラブラ。変に。どうしたの、十四松。そんな怒って。ああ、何これ、部屋がめちゃめちゃ。ん、おそ松兄さん、ちょ、どうしたんだよ、おそ松兄さん。おそ松兄さん、おそ松、ま、死んでる。松野家のなんでもない感じ、トッティのお願い。ねえねえ、一松兄さん。え、今暇？一緒にパチンコ行かない？え、いや、金がない。わたっさ、二階におそ松兄さんいるよ、借りてきなよ。は？ん？おそ松兄さんに金を借りる？うん。できるわけないでしょ、そんな奇跡。できるよ、ついてきて。じゃあここで待っててね。うん。ねえねえ、おそ松兄さん。ああ、僕と一緒にパチンコ行かない？行かない、眠い。ダメか、残念。僕、おそ松兄さんと二人で行きたかったのにな。また今度な。うん、楽しみにしてる。ところで、1000円だけお金貸してくんない？は？なんだ急に。ダメに決まってんだろ、バン。そこをなんとか。無理。お願い。お前さ、金が欲しいだけだろ。見え見えなんだけど。ははは、バレたか。だって、パチンコ行きたいんだもん。お金がいるの。ダメ？ダメ。ああ、失敗した。でもな、チョロ松兄さんに言うのは嫌なんだよな。ん？だってあんなのに借りたらずっとネチネチ言われ続けるでしょ。ああ、確かに、あいつうるさそうでしょ。いちいちめんどくさいんだよ。もう正論しか言わないし、なんていうか、正しいことは正しいんだけどつまんないよね、人として。ボロカスだなお前。その点おそ松兄さんは面白い。ダメでも笑ってくれるし、細かいこと気にしないし、素敵な見心だよね。見心？お前金が欲しいだけだろうな。でも大事なとこはビシッと決める感じ。結局長男、みんなの長男、人類のリーダーだよね。いくら欲しいの？だからついつい頼っちゃって。
ごめんね、長男っていうのは看板重いよね。まあ、今回はチョロ松兄さんに頼ってみるよ。それじゃあ、取って取って。ん、ほら、1000円だけな。へえ、いいの。ありがとう、長男兄さん。あ、いや、長男兄さんじゃないや、おそ松兄さん。ゆっくり寝てね。じゃあね。まあ、こんな感じかな。お前すげえな。え、マジか、何のイリュージョンだよ今の。はい、次は市松兄さんの番。今と同じことやってきて。無理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 。無理じゃない。無理。俺にあんな技できるわけないだろう。絶対にあざとくなる。絶対にバレるって。まあ、あざとくなっていいし、バレてもいいんだよ。え？パチンコ行きたいんだよね。お金欲しいんだよね。そうだけど。どうやって？どうやんの？心構えなど。まあ、とりあえずあざとくかな。あざとく。甘える？甘える。こびる？こびる。そう。はい、行こう。ちゃちゃっと行こう。分かった。ねえねえ、ちょっとちょまちゅに。ちょ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 。何してん、何してん、何してん、はぁ、はぁ、何してんのそれ。気持ち悪。だってあざとく行けって。下手すぎだろ。違う、バカだな。もうそういう小手先はもう相手に何の効果もないから、響かないから。もっと心から甘えないと。心から甘える。そう、心からこびる。心からこびる。そう。トドマツ、お前さっきからずっと何を言ってんだ。パチンコ行きたいんでしょ。うん。お金欲しいんでしょ。うん。だったらその気持ちをエネルギーに変えて、全身にまとって、体ごとグワーって相手に覆いかぶさっていって。何言ってるか全然わかんないよ。僕もだよ。え、はい、やって1000円ゲットしてきて。なんだっけ。心から甘える。心から甘える。こびる。こびる。おいこら草長男、ごちゃごちゃ言わずに有金全部出せ。なんで上から言った。バカなの。ちょっとミスったね。ミスったレベルじゃないし、真逆のことやっちゃってるし、もうなんでいい感じに甘えられないんだよ。ちょっと声でかいよ、さっきから聞こえるから。もうとどまつ。許せな。お前らさっきから何ごちゃごちゃやってんの。寝られないんだけど。あ、ごめんね、おそ松兄さん。実は市松兄さんもお金借りたいんだけど、ビビって全然言わないの。お金さえ借りられたらすぐどっか行くから、たった1000円の出費で今すぐ問題解決なんだけどね。なかったよ。ほら。いいの。ありがとう、長男兄さん。さっさとパチンコ行け、バカ。ふうし、これでもう1000円ゲット。マジかよ、マジかよ、何のイリュージョンなんだよ。ちなみにあと7000円は分取れるけど、どうする、見てく。いや、いい、お腹が痛くなってきた。あ、そう。じゃあこれ、この1000円は市松兄さんのだからね。え、いいの、くれんの。当たり前だよ、口止め料。よーし、じゃあパチンコ行こう。とどまつ。ん、今日はやめとく、一人で行ってきて。なんで。さっきからなんかお腹が痛くて。大丈夫。そっか、じゃあまた、バイバーイ。お腹が痛い。あれ、トッティ、どこ行くの。あんれ、ふん、身体検査の時間だぜ。なんもないって、持ってないって。あー、2000円発見。あー、やられた、せっかくゲットしたのに。いや、まだある。え、あー、もうないって、本当に、本当にもうない、本当だから。ふん、千円札発見だ。五千円札発見。ああ。誰かお願い、あいつらを殺した。
松野家のなんでもない感じ。チョロプレックス。ダメだ、全然やる気出ないよ。でももう大人、絶対に働くべき。頭では分かってんだけど、やる気だけが出ないんだよね。ああもう。ん、どうしたんだブラザー、ため息なんかついて。あ、ふん、お見通しだぞ。お前はここ最近ずっと何かに悩み続けているな。話してみろ、力になる。いや別に大丈夫だから。ありがとう。のんのんのん話すんだブラザー。てかこれは僕の問題だからさ。強情なやつめ、いいだろう。じゃあこのカラマツがお前がなんで悩んでいるのかを当ててやる。え、チョロマツ、お前の悩みとはズバリルックスのことだろう。ん？だがなブラザー、見た目なんて気にするもんじゃない。男は中身で勝負だ。ん？確かにお前の見た目はこのカラマツには遠く及ばない。ん？だがそれがどうした。お前は優しいし真面目だ。うん、ちょっと顔が変だからって悩んだりするな。ん？ん？服がダサいからって何なんだ。ん？おいこら、いい男だ。変なのは顔だけだ。待てこら。え、待て、おいこら、お前僕のことそんな風に思ってたの。なあなあ、なんで切れてんの。顔が変って言ったよね今。言ったよね、はっきりと。思ってたんだ、ずっとそんな風に。いや、誤解するなブラザー。俺は別にお前の顔が変だなんて思ってないぞ。そうじゃなくて、お前がお前自身の顔のこと、あ、その変っていうか気にしたりしてるのかなと思って。思ってないよ、自分の顔が変だなんて。え、思ってないの。思ってないよ。見た目のことで悩んでたんじゃないの。違うよ、就職のこと。就職。そうだよ、ルックスのことでは悩んでないんだ。悩んでない。え、逆になんで悩まないの。どういう意味だこれ。違う、おかしいよね今の発言。今のは完全に俺のルックスを下に見てる証拠だよね。いや違うってブラザー。何が違うの。顔変だって思ってんだろ。思ってない。思ってんだろ。思ってない。ノンノンノン、話すんだブラザー。思ってないから、本当にもう何これ、なんでこんなへこまされなきゃいけないの。僕が何した。すまないブラザー、俺はお前の悩みを解決したくて。いや逆に悩み増えたんだけど。もう就職とかどうでもいいんだけどね。まさかこんなことになるとは。どういう未来を想像してたんだよ。こうなるしかないだろ。褒めて。え、褒めてって。お、褒める。ああ今顔が変って言われた分へこんでるから、同じ分だけ褒めてもらわないと精神が持たない。褒めて早く。さっき言ってたでしょ、優しいとか真面目とかそういうのちょうだいっつってんの。まず責任感があるよね。兄弟の中で一番頼りになるね。あと知識が豊富だよね。よく物を知ってるよね。あと緑っていう色は好感が持てる、すっごくいい色。チョロマツって響きが可愛いよね。可愛いよね。はい、よし戻った、もう行っていいよ。いいの。いやまさかこんな褒めてもらえるとは思ってなかったよ。ありがとね。よかった、日々頑張ってて自分に帰ってきた。じゃあね。あ待って、トロマツ呼んできて、ちょっと用あるから。やれやれ、ほんと困った字なんだよ、まったく。チョロマツ兄さん呼んだ。ちょっとスマホ貸してくんない、ネットを見たいんだけど。何すんの。整形する。はぁ
松野家のなんでもない感じ。はい、せーの、定例会議。おいお前ら、定例会議やるよ。みんな集合。おそ松、から松、ちょろ松、いち松、じゅうし松、とと松。よし、お前らまだニートだな。うん。セックスしてないな。童貞だな。うん。本当に？うん。よし、会議終わり、解散。わー、終わり。次男から松、三男ちょろ松、四男いち松、五男じゅうし松、末弟とど松。俺たち息子まだまだ働かなくたっていいよな。なんか楽しいことしません？君たちと会えてラッキーだよ。これって本当奇跡だよね。むつごとむつごの出会いなんてババ抜きにならないよね。確かに同じカードだからな。数字だけ違ってね。誰が兄って弟かって、ま、俺が一番かっこいいだろ。ねえ、僕を選んだよ。誰が誰でも同じダンス、オフランスはミノティカダンス、ご君たちも連れてってほしい。儚かない我が人生、セラビー。あ、なんて珍しい兄弟損傷、掘り出してシェイクシェイク。お見合いパーティー中絶、おふざけやめてちょ。シェイクシェイク。誰が好みか教えてちょ。うちに2位を選べばお幸せダンス。ムツゴちゃんたち帰